今日はどこ行くの？それはついてからのお楽しみ。我が輩に任せてついてくるがよい。そう、わかった。ちょっと遠いんだけどね。遠いの？今日は雪が降るかもしれないって。うん、そうみたいだね。寒くなりそう。大丈夫だよ。遠くって言ったって北海道まで行くわけじゃないし。今から北海道は無理。リエ、どうしたの？何が？目が赤い。充血してる。そう？これは、その…昨晩のことだ。左目に封印された魔界の大いなる意志が目覚めかけてな。再び封印するのに少々手こずってしまって。うん。そう。毎日洗浄しないと目痛めるから気をつけて。ほら、もうすぐ池袋に着くから乗り換えるよ。うん、わかった。想像してたよりなかなか遠かったね。うん、駅からも結構歩いた。ごめん、そうだよね。ここは何？どうだ、なかなかの眺めだろう。変わった景色だね。フィンランドの童話作家の世界観をモチーフにした公園なんだって。フィンランド？そう、フィンランド。ここが私を連れてきたかった場所？ああ、そうだ、メイの誕生日に来たかった場所だ。どうして？その、フィンランドといえばリエが好きなヘビーメタルの聖地だね。リエが来たかったんでしょ？いや、我が輩に限ってそんな公私混同はしない。公私混同の片鱗を感じたけど。まあ多少の混同はあるかも。冗談。リエがここに来たかった。それで十分。うん。でも、メイもきっと楽しいから。うん。そうだね。それよりも。え、まだ何かある？ここ、どちらかといえばファンシーだね。そうかな？やっぱりリエ、本当はこういうのも、夢の国も、並ぶのが嫌なだけで、本当は好きでしょ。メイ、何か勘違いしてないか？我が輩は、心の底から 100% 悪魔なのだが。からかっただけ。うん、かわいい。でしょ？あの屋根の上、ほら見て、なんかいるね。うん。なんだろうあれ、小人かな？小さい悪魔じゃない？大きなフォーク持ってるから。あれ、悪魔？悪魔はもっとこう、
恐れを抱くような存在で。公園設計者との悪魔間の相違だね。うむ、著しい相違だな。私とはあまり悪魔間に相違がなさそう。え、どういうこと？あの屋根の上の悪魔、エリスのイメージそのもの。我が輩、あんなイメージ？冗談。ああ。ねえ、メイ。何？我が輩には、陰惨な魔界の景色が似合うのだが、メイには、こういう景色が似合うのではないか？そう。私に一番似合うのは、戦場。確かに、メイには銃声の響く戦場が。それはゲームの話でしょ。それに、リエの方が楽しそう。いやいや、そんなことは。それでいいよ。え？それでいい。そう？うん。そっか。うん。あ！雪だ！降ってきたね。フィンランドらしくなってきたではないか。埼玉だけどね。地元だけどね。そうだね。メイ、ほらこっち、傘入って。え？濡れると風邪ひくから。うん。ね、温かいスープが飲みたい。あの店入ろう。スープあるかな。青い壁、かわいい。ほんとだ、公園の雰囲気にも馴染んでるね。ほら、外見て、光が綺麗。だいぶゆっくりしちゃったね。そうだね、そろそろ帰ろっか。うん。駅までちょっと歩くけど。うん、知ってる。電車、この雪で止まってなければいいけど。それ、フラグ。嫌なこと言わないでよ。え？やっぱり。困ったな。でも、運休ってわけじゃなさそうだし。待ってれば、そのうち出るかな。雪、積もるかな。どうだろうね。都内の方はそれほど積もらないかもね。そっか。あれ？メイ、雪好きだっけ？うん、そういうわけじゃないけど。ほら、ここ空いてる。うん、意外と席空いてるね。この時間だし、ぎゅうぎゅう詰めじゃないのは助かるね。満員電車は好きじゃないよ。わかる。好きな人などいない。うん、
まだ動かないね、電車。しばらく停車するみたい。さっき駅員さんがアナウンスしてた。そっか。温かいもの買ってくる？我が輩が買ってくるよ。いい。リエは座ってて。寝てないんでしょ？え？温かいお茶とジュース、どっちがいい？生温かい方を頼む。わかった。空気が冷たい。温かいお茶。手のひらを焦がしそう。あ、リエ寝てる。ねえリエ、朝まで探してくれてたんでしょ？一緒に歩ける場所。私たちはいつも周りから浮いてしまうから。リエ、ほっぺた冷たい。あ、寝ちゃってた。起きた？あ、ごめん、ちょっと寝落ちして。またしても不覚だ。うん、いいよ。はい。生温かくなっちゃったけど。ありがとう。はぁ、あったかい。月を見てたの。月？ここからじゃ見えないよ。それに雪も降ってるし。うん、見えたよ。おう。そっか。うん、今日はいい日だった。まあ、メイがそう言うなら。